それを出して、うん、私のおすすめこれですよみたいな URL をパンで貸してくださいって言って買って、そのお客さんが買ってくれたらザワチンに受けました、うん、っていう仕組みが、ちなみにザワチンはこのアフィリエイトだけで月1000万とか、教育あの女の子が1000万稼いでるっていうぐらいの可能性は見えてる。インフォビジネスっていうインフォプレーナーって呼ばれたんですけど、これが情報商材って、情報ってお金になるのってところがあるんですけど、例えば雑誌とか買いますか、そして私立ですか、週刊誌とかあんまり買わないですか、新聞とかたまに新聞とか例えば雑誌とかあれって紙にお金がかかってるわけじゃなくて、そこに載ってる情報をみんなが取りたくてお金払ってる、情報ってそれを知ってる、自分が持つのが強い、どんどん最新の情報を取っていけば取っていくほど強い、それに対してお金を払うんで、インフォビジネスっていうのはすごくおかしい。